で催眠や瞑想をしていくとどんないいことが起こるか、これで最後なんですが、こんな感じで理想のパートナーを引き寄せることができる。で50歳の時に20歳年下の妻を引き寄せて再婚して夫婦に暮らして、これはその頃の妻、結婚した頃の妻なんですけども、で、この方で多くの人、私たちだけが幸せになっているんじゃなくて多くの人が幸せになっていますと。で先ほどもお伝えしたようにですね、多くの選択肢があるんでですね、この選択肢の中でちゃんと幸せになる選択肢っていうのを選んでいけば幸せになるんですよってことなんですね。ですから結婚した後も催眠と瞑想を続けていればですね、どんどん良い方向に進んでいく。それから、その素晴らしい人を引き寄せる願望実現セミナーっていうのを2月11日に行います。ですから引き寄せの法則って聞いたことがあると思うんですけども、その使い方がよく分かるようになってくると。それからこういった意識の世界っていうのは実はですね、もうこの昔はどういうふうな意識が働いてるかっていうのが分かんなかったんですけども、この量子力学っていう物理学の進歩によってですね、意識を科学できる時代に今はなってきてるんですよね。例えばここからですね、光子というものを出していくと、光を出すわけです。その光を出すとこんな感じでですね、干渉自分がここにできるんですけども、その時に人がですね、左側のスリットから多く光が通れっていうふうに念じるとですね、ここに左側から多く通るというようなことが今実験結果が出てるんですよ。それも一人でやったんじゃなくて250人の被験者を使って実験したらこんなことが起きたと。だから意識の力で光の振動を曲げるなんていうことは今まで想像すらできなかったんですけども、それをでき、なおかつそれが観測できるような科学が進歩してるんですね。そんな感じでですね、やっていきますと、ラディアンスでやってる内容がちゃんと科学的であるってことが分かったりするんですが、でそれでこの結婚力アップ集中プログラムっていうのがありまして、これを受けるとここに書いてあるんですね、素敵な結婚ができるというやつなんですが、でこの時に理想のパートナーリストっていうのを書いてみるんですね。自分はどんな、パートナーと結婚するのが幸せなのかと。でこの書いてみたら、そので書いて意識のエネルギーを周りに送るわけなんですけども、そしたら 90% 以上の条件を満たす恋人候補が続出しまったと。で婚活パーティーに参加したところ、指名独占状態がですね、2回もついてしまった。指名独占なんていうのはなんか1回だけでもね気持ちがいいんですけども、それが2回もついてしまった。それからこの人は自営業なんですけども、ビジネス大成功で赤字になったことはしょうがないと。それから、この人はですね、妻子あるとは知らずにですね、結婚してしまった、結婚じゃなくて妻子ある人とは知らずにですね、子供を作ってしまった。ほんで子供ができたんで結婚してくださいっていうふうに迫ったんですけども、全然してくれないと。それなんで、ラディアンスで催眠療法を受けて結婚力集中プログラムっていうのを知ってですね、これに申し込んだわけですね。でそしてこれまでの執着を手放し、自分は幸せになるんだ決意したら、この相手に連絡もしてないのに1週間後離婚届を出してですね、頭を丸めた彼が玄関先にやってきたと。で今まで本当に申し訳なかった、許してほしいと、6年もされてしまったからこれから一生大事にしますというような感じで来ていただいてですね、他にも彼との間にできた子供、娘のためのひな人形やら米やらケーキやら、まるで童話の活用にいろいろ持ってやってきたんです。で彼も催眠療法を受け、その入籍みたいな感じ、こういったことも起きるんですよね。ですからこの意識の力っていうのがものすごく強くて、それからまたこの人は子供時代にですね、ものすごく自分を抑圧する、お父さんと、病弱でなかなか自分の面倒を見てくれなかった。お母さん何かして遊ぼうよって言うと、今お母さん調子が悪いから一人で遊んでてねみたいな感じでですね、よってとても寂しい思いを子供の時代にしてしまった。ほんで成長過程でリスカットとか、それからあとは過食嘔吐とかっていうような感じでしてしまってですね、で付き合う人はダメージとばかりで、結婚したら不幸になるなというふうな人とばかり付き合った。ところがラディアンスに来て催眠と瞑想をしっかりと受けて心に傷を負したところ、若くして中堅企業の部長とかですね、今では営業のですね、本部長みたいな感じのことをやってたりとか、会社の中トップの何番、何の何位かに入ってしまうほどの人とですね、結婚したと。それで、この馬上ウェディングっていうのは、この人が乗馬が趣味だったんですね。で、この人は馬が好きで乗馬クラブに入ってたみたいな感じなんです。ですから、若くして乗馬が趣味とかっていうのはなかなか敗者な感じですね。やっぱ出身もすごくいいんで、これで、でこんな人を意識の力で引き寄せることができて、この方々も
出会ってから今まで一度も喧嘩したことがないと。でなんと富士山頂でこんな感じでプロポーズをされてしまったみたいな感じで、いつも仲良くしてるんですけどですね。それからこの人はソニーにいた人なんですけども、ソニーから独立してですね、コンサル業を始めたんですけど思いがかなかったんでノルウェーの人たちなんですが、でラディアンスに来て催眠と瞑想を受けてですね、この本を書くチャンスを得て、それで、こんな感じで次から次へとそういったチャンスがやってきて、今ではビジネスの大成功という感じなんです。でこの本の中に、私のことも書いてくれてるんですけども、自分の人生でいろんな苦難を乗り越える助けたなと思うのの2人目はヒプノセラピストの山崎康夫さんでした。私のことなんですけども、ソニーの創業者の海老川さんの命令を受けて催眠と瞑想の研究をソニーでしたと。ソニーでは超能力を含めたさまざまな研究を行っていてですね、山崎さん の催眠療法を受けたり瞑想を教わったりなんかして自分を冷静に見つめる力がついてきたんでうまくいったんですよ、書いてあったんですね。それからこの人は何十回の就職試験に落ちていた大学4年生なんですけども、このメンタルカップ集中プログラムっていうのがありまして、これを受けたところ3ヶ月後にですね、心の傷が癒え性格改善で人間関係も改善してですね、顔が明るく自信満々とに見事合格。それからまたこの人は、小学校の時から発作的にすぐに起こってですね、起こったら何か破壊しないと気が済まないという人なんですけども、その人が、普段はいい人なんで結婚して子供ができたんですけども、ところが奥さんから離婚を要されたと、いつも怒っては破壊するんで、でそれ で離婚になってはまずいんで病院に行ってですね、薬を飲んだんですけども一向に治らなかったと。ところがライデンスに来て催眠を瞑想を受けたらですね、スパッと怒らなくなってですね、で離婚解消しただけじゃなくてですね、商売も繁盛して、こんな人とかこんな人とかに取材が来てもらって、まあ、そもそも商売繁盛。それから、これはですね、がんとかっていうのも催眠瞑想で治すことができますよってやつで、でこれがですね、結婚した頃の私でですね、80キロ目でもらったんですね。で、ひげは剃ってあるんですけども、前はひげも生えてた。それで、15分歩くと足が痛くなってですね、先に進めないというそういうふうな不様な感じだったんですけども、妻がある時ですね、太ってる人嫌いって言うんですね。太ってる人と結婚したでしょうとか思うんですけど嫌いって言うんで、じゃあ嫌われちゃ困るからっていうんでスッと痩せて今も、リバウンドなしっていう感じですね。ほんで、60歳健康体っていうことで、私の目標が120歳まで現役でピンシャン生きてコロッと死のうという。でそういうのができるのが12月の1日2日にあります自己催眠セミナーに参加していきますと、幸せな結果、ダイエットもできるし幸せな結果もできるし仕事でもうまくいっちゃうと。それから、私のこの電子書籍、これがですね Kindle Unlimited に、推薦してもらっていただいたりとか、ネット講座でおすすめ度スポシッとですね、そんな感じで、ビジネスの展開でですね、起業して10年経つとですね 94% が潰れちゃうんですね。20年経つと 99.7% が潰れてしまうと。で30年経つと、99.75% が潰れてしまうみたいなですね、そんな感じなのに、おかげさんでラディアンス創立24周年と。でこれまでに1万人以上に8万人の催眠療法を受けて、2000人以上に瞑想セミナーに来ていただいて、プロの催眠療法士は100人来ていただいたと。で今のラディアンスの目標はですね、各都道府県にラディアンスを1個ずつ作ろうと思って頑張っています。それからまた他の会社の会長さんがですね、ラディアンスに来てくれまして、私自身で対抗催眠療法を受け問題解決を図り、うまくいったらカンバに進め経営の向上が下さいと。でうまくいったんで、催眠療法だけじゃなくてですね、瞑想セミナーにも参加していただきまして、その後幹部社員をですね、次々とラディアンスに送り込んだところ、上海の海外進出大成功という感じでですね、ラディアンスでは催眠療法とか自己催眠セミナーとかプロのヒプノセラピスト養成講座っていうので催眠の基礎から応用までやってます。で瞑想の方も願望実現セミナー、瞑想セミナー、上級瞑想セミナーっていうのやってまして、瞑想の基礎から応用までやってまして、でこれらを使った結婚力アップ集中プログラム、メンタル力アップ集中プログラムっていうのを作っておりまして、でこれでですね、多くの人が仕事力アップで人生の詳細になりましょうと、結婚力アップで毎日が幸せな人生になりましょうと、結婚していたとしてもですね、これをやれば幸せな結婚生活をつかめますのでですね、といったわけで、
催眠というのは年齢対抗とか前世療法とかして過去を癒すのが得意と、瞑想というのは未来に意識のように送って未来を楽しくすることが得意ということで、催眠で過去を後悔することなく、瞑想で未来を得ることなく、今は楽に優しく、で今の積み重ねが人生なので、今をしっかりと生きていけばですね、自分の人生が良くなるという感じになります。